なんてことをやりました。今から考えたらね、まあ無茶な話、日本人の感覚ではまあ何歩外国人でも着るいうことしたらそれは悪いと思います。韓国人みたいにね、あんな暗殺者を英雄にするような感覚日本人は持たないから、日本人は韓国人と違うからこういうテロはしていきますけども、せやけどなんでテロが起こらなあかんかったんか、それは外国人が来てね、無理な法律を押し付けて日本のチームを大量に持ち出すようなことをやっとったからなんです。外国人が幕末に何度押し掛けてきたか、日本の着る製品ね、シート、シルクが欲しいからです。あるいは日本のお茶、茶貿易についても、もう名誉して出ました。日本の物資、海産物ね、陶磁器とか漆器とかいろんなものが欲しいんです。だから日本に押し掛けてきて無理な法律を押し付けた。そうやって日本の国はもともと外国と貿易しなくてもやっていけたのに、外国人が押し掛けて不利な貿易をする、いろんなものを持ち出す、そうやってインフレが落ちるような事態になった。こういう状態の中でインフレというものが、上位運動が起こったんです。それは理由のあることなんです。でこの上位運動をやった結果、薩摩とか九州とか、まあ、イギリス、あるいはオランダ、アメリカ、フランスと戦争になりました。学校では日朝層教師によって、それで、まあ、日本が負けたというふうに言ってます。それは全く嘘なんです。撮影戦争でも長州のバカン戦争、あの戦争でもイギリスとか連合軍の方が多く死傷者を出してるんです。それは本当なんです。撮影戦争ではイギリスの時間、ユーリアラスというイギリスの時間ですね、それに薩摩の撃った砲弾が物に当たって、政府官庁、官庁で副官庁が多くの死傷者が出るような事態になりました。機関に砲弾が当たって大破する、そういう事態があったから、イギリスもビビって逃げたんです。1864年、翌年のですね、下関に世界の列強4カ国の連合艦隊が長州に押しかけました。これで、まあ、世界から副大臣があったなんてことになってますけども、実際にはこの戦いで海兵隊の指揮官が負傷する、連合軍は多数の死傷者を出しています。長州よりも連合軍の方が死傷者を出しています。これ本当なんです。イギリスの司令官ウィリアム・チューパーは本国に向けてイギリスの全東洋艦隊を撃沈しても、長州山口県ですよ、イギリスの全東洋艦隊を撃沈させても長州を占領することは不可能だと勝ち起こっております。このように長州一国を占領できない状態であった。こうやってね、隙があれば日本を侵略しようとした。だけど長州が戦って連合軍はビビったんですよ。だから高杉晋作が和平交渉において領土は絶対に譲らない、イギリスはね、山口県の四国だというところをよこせと言ったんです。高杉晋作はお金は払いますけど領土は絶対に譲りません、日本は深刻だと、領土は一寸たりとも譲らんと高杉晋作は世界にこねたんです。そしたらみんな引いたんですよ。日本が本当に危ない時にそういうことを言ったら本当に侵略を受ける脅威があった。そしたら高杉晋作が領土は絶対に守らない言ったら、イギリスもアメリカも世界の列強は引いたんです。だから上位運動をやったということは決して無駄じゃないんです。日本は、日本の侍は怒らせたら怖い、日本人は怒らせたら怖いと思うから列強は引いていったんです。そして連合国というか、その欧米列強は日本を直接侵略することはできないから、幕府とか、まあ、小薩長の、ね、勢力を煽って内戦を起こすような方向に持っていった。それで明治維新になります。それでも日本は不平等条約ということに今苦しんで、そういう中にあっても話し合いをして交渉するようにね、日本は努力したんです。日本人もやっぱ多くの士がおりました。不平等条約を押し切る、不平等条約を飲んでしまった大隈重信に爆弾投げて核不自殺した福島秀樹さんという立派な人もいました。
でも日本人の感覚ではね、いくらいいことをやっててもやっぱテコをやめる人っていうのを英雄にするようなことはしない。そこは韓国人と違うところなんです。韓国人みたいにね、あのいきなり人を失踪で撃つような目をねする人を国の英雄とする。それは日本人は韓国人とはあの精神性が違いますから、そういうね、アンジュン軍なんてああいうテロリストを英雄にするような、それを横の国まで認めさせる、そういうアホなことは日本人はしません。日本も植民地になるような状態の中で、独立を守ろうと努力したんです。日本がなぜ、朝鮮とか満州に、進まなければならなかったのか、これを日教祖の赤教師とか共産党の人間とか侵略だと言ってますけども、あるいは韓国人はこれを未だに侵略だなんてことを言ってます。その理由というのは、朝鮮は近代化する能力がない、そのような状態の中で、もう本当に腐りきった状態で中国やロシアの侵略を防げない状態にあったから、日本はどうにかして朝鮮半島と共同防衛をするように話し合いをしようとしたんです。朝鮮の人もわからない人ばかりじゃなかった。ジン・ジョッキンとかね、ボク・イーソーさんとか立派な人もおったんです。日本と提携してアジアを守ろうと、朝鮮とかアシナの人にもそういう人はおったんです。ところが朝鮮の、朝廷というのは、あの変なね、韓国で、まあ、これも尊敬してますけども、議員費ですか、こういう機械女が政治を握ってて、もうそういう日本と提携しようとする人を弾圧しようとしたんですよ。キン・ジョッキンさんという日本と提携して朝鮮を守ろうと、一緒に守ろうとした人、首を跳ねてですね、で死体をバラバラにするようなことをやってた。朝鮮というのはそういうふうなことをして、墓地を踏むようなことばかりいつもやるんです。そういう状態の中にあるから介入せざるを得なかった。日本が朝鮮に介入して何の得があるんですか。朝鮮にはまともな主権はない。明治以来の日本は自給自足できたんですよ。朝鮮から何も輸入するものはない。まだ資本主義も発達してない。朝鮮に行って貿易費用をどうこうするようなそこまで行ってませんよ、明治日本は。とにかく朝鮮において防衛をしなければならないという考えを持って行ってるんです。昔の文化ですね、有名な万田の桜か襟の色、花は吉野に咲く花しく、そういうね、歩兵の本領という文化がありました。その中で軍旗守る者の部は全てその数20万80余箇所にたむろして武装はとか船にだもと言ってた。日本の陸軍はわずか20万しておらんかったんですよ、上陸軍は。そして日本の陸軍はわずか20万の兵力で日本と台湾、朝鮮、そして南半球を守らなければならない。日本が武装を解いたらいつ世界の列強、あるいはロシア、あるいは混乱した中国のそのような侵略が満州を襲い、そしてアジアを混乱させるかもわからない。そのような状態の中で日本を安定に寄与したんです。世界の列強の中でわずか陸軍20万しかいない。これがどうして侵略なんかするんですか。日本に侵略意図なんかありません。日本は朝鮮を侵略したと朝鮮人は言っております。しかしね、戦前の朝鮮において日本の陸軍はこれぐらいの兵隊を受けたんですか。わずか2個師団。朝鮮には日本の陸軍はわずか2個師団しか置いてなかったんですよ。2個師団、定期編成では2万とちょっとです。朝鮮半島には日本の陸軍は2万とちょっとしかおらん。戦時編成でもそんな3万人もなりません。まあ、2万ちょっとの兵力で今は朝鮮半島を守ってたんです。そのほとんどはロシアと中国に群れが入ってきた。朝鮮の安全を守るためにわずか2個師団の兵力で日本の陸軍は朝鮮を守ってたんです。これがどうやってなぜ侵略なんですか。韓国人、朝鮮人は日本が工場的に弾圧ばかりやってたというような教育やってます。もし日本が弾圧する気だったらわずか2個師団で朝鮮を抑えることなんかできません。その証拠、これが何よりの証拠です。日本は侵略なんかやってない。朝鮮の人も納得をして日本と提携してアジアを赤と中国、そして欧米列強から守ろうという、そういう趣旨のもとで連帯していたというのが実情なんです。
日本は侵略なんかやってない。しかし世界の新たに世界に大きな転換期が訪れます。それは何かといえば、1917年ロシアで革命が起こりました。アメリカ資本はロシアの共産党レーニンを助けて、共産党の暴力的な国際支配を実現させました。私が若い頃、極左暴力集団あるいは共産党とかレーニンを英雄のようにやってました。だがロシアが共産主義になって何になったんですか。中国はどうなりました。どれだけの人が殺されて、どれだけの人が餓死させられたんですか。吸ったもんだして経済を自由化した。共産主義は全世界に、ユーラシアの全土に虐殺の機能の種をばらまいたんです。ロシアの共産主義がどれほど残酷であったかということを世界は知っていました。このようにレーニンの後を継いだスターリンは JPU という秘密警察を作り、ラーゲンと呼ばれる強制収容所システムを作る。共産主義は人々が真面目に働かないんです。真面目に働かないから強引に働かせようとして、で全人民を奴隷化して秘密警察強制収容所で監視させて強引に働かせる体制を作ったんですよ。それが共産主義です、この共産主義にまつわること、皆さんで、ね、会社とかで変な言葉があるでしょう。ノルマっていう言葉、ノルマ、あのノルマっていう言葉はロシア語なんです。ロシア語、あれは英語じゃない、ロシア語なんです。あれはノルマっていう言葉はロシアから来たんです。ロシアの共産主義者が作ったんです。ノルマを課さないとみんなサボりとる、みんな怠けるからなんですよ。だからノルマなんてものをやって強引に働かせる。そしてもう一つ、サボるっていうことがあります。サボり、サボり、あれはサボタージュっていう言葉ですね。サボタージュというのはサボり、怠ける。共産主義なんてものがあったらみんなは怠けて働かないんです。だから秘密警察というサボタージュ監視委員会なんてものを作って強引に働かせる。そういう人民を奴隷化するような体制をレーニンの革命は作ったんです。この赤の恐怖が世界に広がろうとしていました。ヨーロッパにおいても赤の恐怖が広がり、そして極東満州においても赤の恐怖が広がる。満州に共産主義が始まる。このロシアの共産主義、そこにはユダヤ人の攻略もありますけれども、それに満州において中国人とか朝鮮人も乗せられて赤の暴動を起こすようになりました。このような暴動が起こる中で、日本はアジアの安全を守ろうとしたんです。アジアを共産主義から守らなければならない。日本はそのために努力したんです。だから暴挙ということ、共産主義を防ぐということをやかましく立ち上げた。なぜドイツとかポーランド、イタリアとかという国と同盟を結んだ、そういう国と朝廷を結んだということですね。三国同盟とか言うて一人歩きして言ってますけども、それだけじゃない。ルーマニアとか東欧諸国、フィンランドとか、そういった国々においてもソ連の脅威を防がなければならない。そういうことで、世界のここまで人々は団結しようとしたんです。皆さんご存知ですか。国際連合で鉄国条項というのがまだ残ってますね。日本とかドイツ、イタリアとかの他にも全部で8カ国あるんですよ。フィンランド、ルーマニア、ブルガリア、ハンガリー、ブルガリアもある。そういう他にも小さい国がありましたけども、東欧諸国においてもソ連の脅威に怯えなければならないから、結束して団結して守ろうとしたんです。このような状況があったんです。連合国はナチスだけが南国だったように言います。学校では日教組の教師はドイツがポーランドに攻め込んで第二大戦が始まったと言ってます。全くドイツとポーランドの間で領土返還交渉をやってるときに、これをルーズベルトが手を回して妨害したんですね。ドイツとポーランドを喧嘩させようと持ってきたのはルーズベルトです。これ全部証拠の文書とか伝言とか残っています。米国とか英国とかの歴史学者も全部暴いてます。そしてヒトラーとスターリンが手を結んでポーランドで戦争を起こしてきました。ところが連合国はドイツにだけ宣戦して、ソ連に対しては全然宣戦しない。
ソ連はポーランドの東を占領して、ナチスの文字の虐殺なんていう非常に残虐なことをやりました。ポーランドの支配的な立場にいた人を大量虐殺したんです。ポーランドの人はそれを知っています。実際本当に残酷だったのはソ連の方だったと。それはドイツにおいてもね、あれ本当かどうかわからないってユダヤ人の、まあ、迫害がありました。それは認めなければならない。でもポーランドの人はドイツよりもソ連の方が残酷だったということを言ってるんです。分かってるんですよ。こういうことについてはマスコミはちゃんと伝えないんです。伝えないとこれ隠すことはできませんから、ちゃんと歴史学者ら、あの多くの歴史学者が証明しております。そしてソ連の暴力、フィンランドを攻撃したり、バルト三国を併合したり、ルーマニアを侵略する、そういったことを連合国は容認してたんです。連合軍が正義であったなんてことはありません。連合国は共産主義の侵略と虐殺を容認したんです。そしてこの連合国というものが正義ではない。例えば、アメリカは日本を追い込んで侵略攻撃をさせるように仕向けた。それについてはアメリカのジョン・ポーランドにあるとか有名な人がね、もう暴いております。でアメリカがなぜ日本を追い詰めて経済封鎖を仕掛けて、ハルノートなんてものを叩きつけて、満州からも手を引けたという、そういうことは全くできない。こんなことしたら、アジアが共産化してしまうのを分かってるんです。日本が手を引いたらすぐにソ連が入ってくる。そういうこと分かってるんです。分かってるから、アメリカとかイギリスにおいても日本に対して変な圧迫を加えるのはやめろと言ってた人はいっぱいおったんです。なのにルーズベルトは、あえて日本に対して大陸全土から手をつけ、軍隊も警察も全部手をつけ、そんなことやったら、ね、すぐにソ連が入ってくる危ない状態になるような、このようなハルノートなんてものを叩きつけたんです。これについては米国の歴史学者もハルノートなんてものを叩きつけたのは誤りだったと。これが日本が起こって戦争になるのは当然だということをアメリカにもイギリスにもちゃんと書いております。ジョン・ポーランドという人も書いてます。あるいはチャールズ・ベアードという人も書いております。近年ではベロナ文書なんてものが出てきました。ここにアメリカから出てきました。何年か前に元航空幕僚長だった鴨上さんがね、紹介してましたけど、アメリカ人が書いたベロナ文書、 FBI なんかも情報を伝えてたんです。ルーズベルトの周りには共産主義が始まっていた。なぜルーズベルトの周りに共産主義者が始まっていたかといえば、ロックフェラーとかそういうアメリカの石油資本がソ連に援助を与えて、ソ連の石油を売りて油田ですね、爆油田なんとかの利権を得ていたんです。アメリカの資本とソ連とが結びついて石油開発利権なんてやってたんですね。じゃあアメリカというのはそういうふうな歴史があるんです。このような状況の中になって、まあ、金融株やらボリュームされますけども、皆さん、すみませんね、大きい声出して、まあ、お参りさんがね、なんか、まあ、うるさいという苦情が出てるというのもあるんですけども、まあ、初夏は、トラテでもやってますから。でもし、ね、うるさいということであれば、ボリュームを下げたら、もう言えばいいですね。ちょっと話を続けます。最近、アメリカが、まあ、日本と提携して、中国の軍事暴力、中国の侵略に抵抗するということになっております。それ自体はまあいいんですけども、まあ、中国のね、防空圏ですね。まあ、実際にレーダーが届くかどうかは分かりませんけども、まあ、スクランブルもちゃんとできない、まあ、中国にはね、台湾と戦争になった場合に恐れて、東部なんかも大陸部の方にやってるから、中国軍の能力では戦争する能力はないと思います。ああいう、まあ、防空圏なんてものを作ってハッタリをやって脅しやってるんですね。まあ、それはともかくとして、中国は石油の需要ができないから、東シナ海と南シナ海であちこちで揉め事、中東でも揉め事を起こして、とにかく石油を取ろうと中国はやっておるんですね。
そういう風なことで中国が大勝なことやってるんです。それで日本とアメリカが共同して中国を防ぐと、まあそれ自体いいんですけども、まあ中国の防空撃に反対しましょうと、あの、成果を話しようとやってるのに、アメリカ何をしてるんですか。先ほどの別の同士の方がおっしゃってました。中国行って、なんかあの、勝手にね、なんか中国の話し合いでこの、 アメリカの航空会社の航空計画を提出するなんてこと、まあそんなことやってるんですね。で、アメリカというのはね、いつも二股をかけて、両方に決裁して煽るようなこと、そういう嫌らしいことをいつもやるわけだ。いつもそれなんです。で、これ歴史を見たら第二次大戦においてもイギリスとドイツと両方に決裁してた証拠もあります。あるいは、まあ、あの、蒋介石を煽るようなことをやってた。 そういうふうなこともありますけども、アメリカはいつも二股かけてやってます。で、そういうふうにして煽って、日本がどこって防衛をしようとすると、アメリカを抑えつけようとするんですね。確かにアメリカのまともな国民の中には、日本と提携して、中国や朝鮮人と欧米を捨てなければならないと分かっている人はいます。 そういうまともな人がおっても、アメリカのユダヤ系のマスコミとか、ロックフェラー、キッシンジャーみたいな、ああいう、身近なユダヤ人は、いつもそういう変な攻略を使って、話をおかしくするわけだ。それで、日本に対しては、とにかくアメリカに、従って、アメリカの言うことを聞いて、盾になりなさいということは言いますけども、 日本が独力で防衛をしようとすることを抑えにかかる。そういう嫌らしいことをするんです。で、日本には独自の戦闘機も持たせてくれない。考えてみてください。爆撃機が持たないんですね、日本は。あくまでも、アストリン海戦闘機とか戦闘爆撃機というものを持って日本の周りを守る。それをアメリカは日本が独自で戦闘機を持ったらあかんというふうに決めてるんです。 それはまあ、あの、気持ちはわからんでもない。なぜならアメリカは日本の戦闘機、非常に手こずった方なんですよね。アメリカで三菱のブランドが売れるでも、それもゼロ戦を作った会社方からなんです。アメリカは日本の飛行機にね、もう適当に手に合ってますから。だからアメリカ独自の戦闘機を持たせたくないわけなんですね。こういうふうにアメリカという国は一方では日本に武器を買わせて、 アメリカの下請けとして、日本に防衛をさせようとする。させようとするんだけども、アメリカの高い武器を強引に買わせて押し売りをするわけなんですね。押し売りをさせて、日本が独って中国とか韓国で、ああいう国から独自で防衛をしようとしたら、抑えつけにかかる。そういう矛盾の中で、私たちの国が、防衛努力をしなければならない。そういうふうな矛盾を抱えさせられている。 だからアメリカという国が非常にその嫌らしい国であるということを私たち日本国民はよく見通して、認識しなければなりません。アメリカが言ったから、だから嬉しい。で、アメリカがね、傷を割ったから、怖いというようなことでやっていたら、こういうふうなことには日本独自で不具合が出ないんです。で、この自主防衛をできないようにしているのは誰なのか。 よく大変するとでね、労働組合、債務系の労働組合とか共産党の人間なんてアメリカ行きの理由をやめましょうなんてこと言ってますね。アメリカ行きの理由をやめましょう。これやったら独自で防衛せなあきませんから。アメリカの言いなりやるんやったら独自で防衛できるようにしたらええ。それ言うたら、軍国主義になる軍事大国になる、戦争になることが怖い。共産党はいつもそれなんです。これ一体どういうことなんです。 共産党はどうしたいですか。あるいは債務系の労動組合とか民主党とか、ああいうやつが何をしたいですか。要するに日本が独自で国防をできないようにしようとする。それが左と言われるやつが、あるいは共産党と言われるやつが、そういうやつらの本質なんです。で、そういうやつらは、今では共産主義なんてものを信じたい。革命をする気はない。とにかく日本を、 戦争犯罪者に仕立て上げて、中国人とか朝鮮人の内政干渉を誘致して、政治をおかしくする。結果としてアメリカは干渉するんです。今の自民党の安倍政権、
まあ、要するに何人かインパリみたいになったことはあるんだけど、じゃあ、こういうふうな結果招いたら誰なのか。民主党の小沢みたいなやつ、鳩山とか、ああいうね、小沢鳩山とか、ああいうなんか朝鮮系の外国とか、日本の国を動かして、防衛体制を骨抜きにするようなことをやった。民主党が弱国との外交をやったから、中国とか韓国。 まあ北朝鮮の方が炎上するぐらい中国と韓国が付き合わったんです。違いますか？民主党政権になったから中国と韓国が付き合わったんですよ。で、そういう風にして日本に外国人参政権を導入するわけです。そういう風なことをやったからこういう事態になっている。日本がアメリカになるのをやめたいと思えば、自主防衛をしなければならない。自主防衛を出てくるにしましょう。 それには私たち日本人が近づくってあれ期間を持たれるのならない、そういうことであります。今日長々とございましたが、ご参加いただきどうもありがとうございました。ご視聴ご覧の皆様、こんばんは。私は東京選挙区の関西学宮本と申します。先ほど喋られてた弁護士の方々、 彼らのまた喋ってきたことに対して少しでも耳を傾けてくれた方々に感謝いたします。ここに書いてある大東亜戦争の意義を継承せよ。本日12月8日というものは、先の大戦大東亜戦争において我が日本があの大国である米国に米蘭に宣戦布告した日でございます。 それが本日の12月8日、この意義というものを皆様ぜひとも考えていただきたいのでございます。あの当時、欧米列強、白人が至上主義、当たり前のその世の中の中で、アジア諸国というものはその欧米列強によって植民地支配されてきた。その植民地支配されてきた アジアの真に解放し、そして自衛自然の戦いである我が国日本、祖国、我々の家族、祖国の国民の命というものを守るために立ち上がった戦い、それが本日の12月8日、大東亜戦争の開戦記念日でございます。その聖戦の開戦の記念日、この記念日というものを 皆様方に継承するべく我々は本日デモを行ってまいりました。その当時、我が国日本というものは真にアジアを解放するために戦うため、自尊自衛を戦いをするために立ち上がった、その意義、この意義というもの、その本質を皆様方に伝えたいわけでございます。今戦争がどうのこうの、 侵略戦争をするのではないかと、そのような考えではなく、いつまで我が国日本は反省をしなければならないのか、本当の本質であるその意義というものが分からば、理解できていれば、その戦いというものが仕方がなかった、それが本当の我が国日本の誇りではないのか、その誇りというものを皆様方に知っていただくべく、我々は本日このように街頭でマイクを握り、 皆様方に訴えかけているのでございます。なぜ我々があの欧米列強、もうやれば負けてしまうと分かっていた戦争、その戦争に宣戦布告をしなければならなかったのか、まずここから考えていただきたい。その当時、共和党のハミルトン・フィッシュ、そのハミルトン・フィッシュと民主党のルーズベルトが 戦っていた、そう、大統領になるため戦ってきたわけですよ。その当時、米国というものはもう戦争はしない、平和な国を作らなければならないという、そのような公約のもとに皆様国民の一票を投じもらって大統領に出馬したわけでございます。その戦争をしないという公約のもとにルーズベルトは大統領になりました。その時、 ドイツがいわば英国と戦争を始めていた。そう、その
米国のチャーチル大統領は米国に助けてくれと、このままではドイツにやられてしまうと、戦争に参加してくれと、そのようなことを話していた。しかしその当時のルーズベルト大統領というものは、戦争をしないという公約のもとに大統領になった。戦争ができないわけでございます。では一体どのようにすれば我が国に本当 戦争できるのか考えた。その考えた挙句に日本の首を絞めてしまえば戦争に参加できる、そう考えたわけでございますよ。その時に行った行為といえば ABC 包囲網なる、 その輸出、日本が必要な物資というものを全て止めた。その自存自衛の戦いというものはそこにあるわけでございます。 そしてなおかつ、日独伊の三国同盟を結んでいた日本の首を絞め、そして戦争に引きずりべくやっていた政策は、あのルーズベルトの考えである。パルノートを我が国日本に突きつけ、米国の属国になるのか、もしくは戦争をするのか、その二択選択を我が国日本に押し付けてきたわけです。しかし、 我が国日本人というものは、武士道精神、そして何よりも誇り高き日本民族の血が流れている。なおかつ屈服されるわけにはいかない。その背景には植民地支配されてきたアジア諸国の解放、こちらを大義名分に掲げ、宣戦布告をしたのがこの大東亜戦争なのございます。 それが本当の真実であり、負けると分かっていても戦い、そして駆逐果てるまで戦い続ける、その日本人の精神こそこそがこれから先の今現在に必要な誇りではないのか。私はそのように思っているのでございます。今現在その大東亜戦争に敗戦した我が国日本は、戦勝国である米国によって GHQ により本当に自分たちの自覚しか首を絞める、そして自分たちが何よりも悪いことをしてきたなどという嘘偽りの教育を施した、その嘘偽りの教育を施してきた今現代というものが全くもって平和と起きという形になってしまった。我々はこれを危惧しているのでございます。どうか皆様方も その大東亜戦争の意義、本質というものに触れていただきたい。その戦争があったからこそ、今現在の植民地支配されてきたアジア諸国が、おのおので自主独立を勝ち取っているんではないか。我が国日本というものは母体を痛め敗戦した。しかし、アジア諸国を真に解放させるという大義名分というものは、立派に今現在も 独立国として、アジア諸国が国をその精神引き継ぎながら、今現在もちゃんとした国として成り立っているではないか。その我が国日本、その当時戦ってきてくれた我々のご先祖様、そして英霊たちに感謝し、今現在我々が成り立っているのも、 その当時戦ってきてくれた英霊たち、ご先祖様がいたからこそ我が国日本という領土があり、我々が生きていることを誇りに思う。皆様方も感謝していただきたいのでございます。そんな意味合いで本日この12月8日、大東亜戦争の意義を継承せよ。この本質というものを 皆様理解いただき、本日この街頭にての定例外戦ゲリラになってしまいましたが、終了と変えさせていただきたいと思います。各同志、諸先輩方、ありがとうございます。皆様ご清聴ありがとうございました。